そばまで色入っていたね、みたいな今は。先生、今日はどう、はい、昭和39年以降から3つの作品を見ていただ、はい、いただいたんですが、今日のご感想をちょっとお聞かせ願いたいと思います。やっぱりあの時代を経てきたこのねぷた絵だもんだところで、我々あの本当のその早い頃は直にこうやって目の前にして見ることがないもんだところで、いろいろそういう面からあのこの部分はこうやって書いてるんだとか、いろんなこう学ぶ面がただあった、はい、はい、先生あの残念ながら新型コロナの影響で、はい、今年で連続2年、はい、祭りがない、はい、あの夏を迎えることになりました、はいはい、今後この弘前ねぷたというものを後世に伝える意気込みを一言お願いしたいんですけども、はい、それはやっぱりあの自分でこの津軽に生まれて自分では良かったなと思ってるし、やっぱりあの自分でも親の背中で子守歌で育ってきたタイプなんだの、やっぱり自分の親が小さい時あの背中に自分を覚えて背負ってどんこどんこどんこどその林の、うんあれで育ってきてるもんだとこで、やっぱりそういうねぷたの思いっていうのは本当に強いのさ。だってやっぱりこれから若い人たちいっぱいあのこう出てきてるし、あのすごいあのその中からいい作家が生まれてくると思うし、やっぱりそういう面ではあのいろいろあのお互いにあのこれから切磋琢磨してやっぱりお互いに頑張って、うん、伝えたり、うん、伝えられたりそういうあれ思いであのみんな頑張って